横浜流星が主演を務める2025年大河ドラマ「ベラボー」スタジオ映画の無話」「NHK 総合」ほか2025年1月5日日曜日スタートに安田明の出演が決定した安田の大河ドラマ主演は光明が辻2006年以来の2作品目となる写真「平賀源内」「安田明とスタジオ横浜流星」本作の主人公となるのは「親なし」「金なし」「画才なし」 津久市の生まれから江戸のメディア王として時代の寵児になった怪談児津田彌十三郎津田十横浜流星天下太平文化高森の江戸時代中期に北川歌麿葛飾北斎三島京伝、滝沢馬琴を見いだし日本史史上最大の謎の一つ東秀彩写楽およに送り出した人物だ新たに出演が発表された安田明が演じるのは本蔵家・偽作者 鉱山開発者、発明家とさまざまな顔を持つ平賀源内、先進的なアイデアを次々と思い浮かべては、その実現のため日本各地を巡り、成功と失敗を繰り返し、時に山師とも呼ばれる、その発想に田沼をきつぐ渡辺賢も惚れ込み、 匿名を託すほど目にかけているスタジオ横浜流星も地元吉原に再び客を呼び寄せようと江戸の有名人になっていた現代に仕事の依頼をすべく接触を試みる安田明コメント脚本の森下よし子さんからお声がけいただいたと伺っていますそんな嬉しく妙利に尽きることはありません心して演じさせていただきます横浜流星さんと初めてご一緒しました 真面目実直でいながらやんちゃな匂いもする魅力あふれる方そんな印象を抱いていますあと渡辺謙さんとご一緒できるのはやはり光栄至極です理由は言わずもがな平賀源内を演じてみて天才と呼ばれる人たちは周りから見た時ちょっと違うというか会話がちょっとずれつつもユーモアにあふれ愛嬌のある方だったのかなと解釈しています 何があっても生きていくのですから、どうせなら楽しく向き合いませんか、と、そんな…